ノーアイコール。ある日、次らの時代が終わったの。世代交代。その言葉を誰よりも激しく叫び続けた拳王。しかし、GHC のベルトは、時代の流れは杉浦に奪われてしまった。失ったものを取り返すべく杉浦へ挑む。丸藤、杉浦が顔じゃな何も進まねえんだよ。俺がベルトを奪って、俺がプロレスラーの新たな顔になってやる。メインイベント、 GHC ヘビー級選手権、王者杉浦隆対挑戦者拳王。拳王選手です。拳王選手、世代闘争が始まった中での杉浦選手との、リマッチということになりましたけれども、今の気持ちいかがでしょう。ああ3月の横浜分隊で俺があいつに負けてベルトを奪われたよ。あれはな、あのベルトは俺のもんだと思ってんだよ。俺がな、今日あいつから取り返してやるよ。まあ、その横浜で敗れたことが、まあ、一つそのいい試練となって今があるような気がするんですけども、その辺ご自身ではいかがでしょう。もちろん俺はもう3ヶ月前から、3ヶ月前の俺と比べてかなり成長したよ。この悔しさをバネに俺はな、毎日毎日あいつからベルトを取り返すために日々努力してきたよ。俺の強さはな、この3ヶ月の強さ、てめえのな体に刻み込んでやるよ。杉浦選手に対するこのリマッチということです。対策というのはいかがでしょう。もちろんあいつの穴をな、この2週間ぐらい、前哨戦いろいろあったけど、いろいろ探してきたよ。見つけたよ。そこをついて俺は必ずあいつからベルトを取ります。拳王選手も奥の手、秘策というのはあるんでしょうか。もちろん楽しみにしとけってことだ。わかりました。はい。そしてこの世代闘争という意味でも非常に大事な試合になると思います。最後に一言お願いします。おい杉浦、おい、プロレスリングはイコール杉浦の時代、今日で終わらしてやるよ。ベルトも、てめえの積んできた実績も、そして印象も、すべて今日奪ってやるからな。杉浦選手、まずチャンピオンとして今世代闘争をどういうふうに捉えてますか。下からのそういう突き上げっていうかね、下からのエネルギーがガンガン来るのはいいことだと思ってるんで、美味しいと思ってます。はい。まあ、そして今まで苦楽を共にしてきた丸藤選手と一緒にこの新世代を受けて立つというところ、まあファンも非常に感情移入する部分があると思いますけれども、杉浦選手いかがですか。まあそうだね、俺一人じゃなかなか盛り上がらないかもしれないからね。あそこで丸藤、そして田中正人、そしてね、最近斉藤さんも調子みたいで、その辺がだからすごい活性化してるんじゃないかなと思う。その田中正人選手が、助っ人に来たというのは非常に心強いと思うんですが、いかがでしょう。嬉しいですね。それは、久しぶり出会えた黒い恋人。黒い恋人、黒い交際はないよ。それはないと思います。黒い恋人、相変わらず日焼けはすごいですね。すごいね、彼は。そして今日の相手拳王選手、まあリマッチということですけれども、かなり彼の執念感じると思うんですが、拳王選手いかがでしょう。もうまあでもだから若い世代の中で一番ね、なんていうか反骨心があるっていうか、野心があるって、それはもう常に感じてるし、やっぱしなるべくしてなった挑戦者じゃないかなと、今の若い世代見るとね、彼がやっぱ一番だと思うんで。まあ、今日はリマッチということで、注意すべき点というのはどんなところでしょう。いや、全てそれは、そして今日は新世代の他の選手たちも全員この試合を見ていると思いますけれども、どんなものを杉浦選手は見せつけたいですか。まあ内容もそうだけど、やっぱり結果がね、結果俺がベルト守ればお前らまだまだかなわねえぞっていうのを見せつけれるんでね、まあ、その辺のところ意識して、はい、絶対にベルトを守るっていう、
忘れもしない 3.11 横浜分隊、屈辱にまみれたあの日、最後のフロントネックロック。消えゆく意識の中で剣王は何を思っていたのか。やっと掴んだベルト、止まってしまった時計の針、全てを取り戻す時がやってきた。チャレンジャー剣王の入場です。王者を見上げるその瞳に映るのは飽くなき新時代への野望。挑戦者として屈辱の道を、それでも男は新たな光を見出し歩んでいきます。時代をかけるカリスマ剣王。さあ男の夢は第2章へと向かいます。今年3月剣王を締め落とし、4月小峠をねじ伏せ、5月丸藤を返り討ちにした最強王者。そして今時代を求める男たちの打倒杉浦の包囲網が出来上がった。その全てを受け止めるチャンピオン杉浦隆史入場。敗れてもまた立ち上がり、何があろうと俺は倒れなかった。18年間ノアのリングを守ってきた。傷だらけになりながらそれでもノアを背負ってきた。剣王よ、新しい時代を語りたければこの俺を倒してから言え。チャンピオン杉浦隆史リングイン。それでは選手権試合に先立ちまして、ザ・リーグ佐藤和弘様より選手権試合宣言でございます。 GHC ヘビー級選手権メインイベントです。この試合のゲスト解説は丸藤直美選手です。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。丸藤選手はこの GHC ヘビー級王座前の、挑戦者ということになります。チャンピオンはこの杉浦隆史であります。続きまして選手者杉浦隆史選手よりチャンピオンベルトの変化でございます。いよいよ大一番を迎えました。杉浦隆史3度目の防衛戦、チャレンジャーは剣王。奪われたものを取り戻す戦い、剣王はそういうふうに考えております。本日のメインイベント GH ヘビー級選手権試合60分一本勝負でございます。青コーナー挑戦者210パウンド、リベンジの舞台は復権の始まり、チャレンジャー剣王であります。赤コーナー GH ヘビー級選手権者200パウンド杉浦隆史。剣王よ、何度やっても同じこと、チャンピオン杉浦隆史。レフリー中山慎一。 GH ヘビー級選手権60分一本勝負です。杉浦隆史3度目の防衛戦、チャレンジャーは前王者の剣王です。剣王にとってはあの悪夢の横浜以来、およそ3ヶ月ぶりの杉浦とのリマッチになります。さあセコンド陣、杉浦にはこの上位世代の斉藤、田中といった顔が見えます。そして剣王にも新世代がセコンドについております。さあゴングが打ち鳴らされました。杉浦対剣王 GHC ヘビー級選手権、剣王コール、杉浦コール、コーツつけがたいコールが後楽園ホールに交錯しております。さあまず身構えていった手四つの体勢、早速組み合っていきました。杉浦と剣王であります。ピーンとした緊張感がリング上に張り詰めております。さあお互い探りながら組み合っていった、組みついていった。前に出ているのは杉浦か、剣王も冷静にそれに対処しようとしております。ロープに詰めていきました杉浦隆史。さあ離れ際緊張感が走ります。チャンピオン杉浦から仕掛けていくか、
クリーンに分かれて、おー、足りてー、剣豪がりて、さあそれに応えていく杉浦、なんと一度の張り手合戦だ、おーっと張り手合戦、張り手合戦、ちょっと佐久間さん意外な立ち上がりですね、はい、いやそうですね、KO が先に仕掛けましたけど、チャレンジャーなのでそれでいいですよね、そうですね、はい、やっぱどんどん、ね、得意の打撃戦に持ち込みたいですね、はい、さあこの試合のゲストは丸藤直道選手です。丸藤さん、はい、この2人の戦いどういう風にご覧になりますか。そうですね、前回の横浜の時の試合もね、本当に2人ともギリギリの戦いだったと思うんですけど、そうですね、まあ、それをまたさらに超えるものをね、今日やってくれるかと思うと、うん、非常に楽しみであるんですけど、やっぱり杉浦の強さってのは今すごいと思うんだね。いやー、すさまじいですよね、はい、しかしあの横浜大会、横浜分隊のタイトルマッチを超えるそういった戦い、その予感がひしひしといたします。さあ蹴りで場外フェンスの向こうに追いやっていった、お助けください、おっと場外マットを剥がしました杉浦隆であります。これもちょっと予想できなかった展開でありますが、おっと危ないぞ、あっとレッグスクリュー、剣王の足が場外フェンスに佐久間さんかかっていましたね、はい、まあ、リング上でやるのと同じような形を今鉄柵を使って持ってきましたよね。いや、この杉浦が最初にこういったアイデアを駆使していきました。まあ本来なら佐久間さん、はい、こういう意外な技をですね、剣王がしなくてはいけないという、はい、そういう形ではありますよね。そうですね、まあ、チャレンジャーの方がね、いろいろ仕掛けていくというのも考えられますけど、はい、まあ、今回は杉浦が先手を打っていきましたね。そうですね、やっぱ3月のタイトルマッチの時っていうのはかなりもう杉浦絶対絶命のところまで追い込まれてたと思うんですよね、はい、それはチャレンジャーという立場でもう負けたら次がないというところもあったと思います。精神的な部分でも追い込まれてたと思うんですけど、今回は今やっぱチャンピオンとして防衛を重ねてきてて、精神的な部分の充実っていうのも3月よりも春かに大きいような気がするんですよね。精神力も熟してきた杉浦隆史、おっとカウントが17まで進んだところでかろうじてリングに生還しました剣王であります。まだ頭を抑えている、後頭を抑えている、カバーに行ったカウントは1です。世代闘争が 6.10 高楽園から開戦してから最初のタイトルマッチになります。剣王がもし杉浦からベルトを取れば世代交代へ、その時計の針は進んでいきます。両者は 3.11 横浜分隊でタイトルマッチで対決、挑戦者の杉浦が王者剣王にフロントネックロックで勝利し時代を戻しました。しかし剣王が 6.10 後楽園で清宮との挑戦者決定戦を制しまして、再びこの杉浦の前に立ったわけであります。まあ、丸石選手、はい、この剣王のですね、新時代への執念というものを感じますよね。そうですね、ベルトを失ってもなおね、そこから落ちることなく、常にね、好調キープしてますし、そうですね、うん、最前線に立とうってする気持ちはね、はい、すごい出てましたんで、ここにね、繋がっていくのは必然だと思うんですけどね。なるほど、必然的なタイトルマッチというような話がありましたが、剣王はベルトを取られて3ヶ月間努力してきたと先ほど言い切っておりました。今度こそ新時代へ、剣王の決意は揺るぎません。さあしかし杉浦が厳しい攻撃、チンロック、ロープに逃れました剣王です。杉浦は3月にベルトを取ってから4月に小峠、5月に放送席の丸藤選手を破り2度防衛に成功しております。まあこの今の杉浦の強さ、丸藤選手は本当に身に染みて分かっていると思うんですけれども、はい、いかがでしょう改めて。そうですね、まあ、強さというのは、ね、昔から持ってたと思うんですけど、さらにその責任感というかそういう部分もプラスされて、うん、まあ、この若い選手に譲れないという、ね、部分、逆に、ね、それがどん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 杉浦を強くしているような気がするんですけどね。まあ、そういった責任感という部分がこれまでの強さにプラスされまして倍化されているという、そういったお話でありました。先月48歳になりました杉浦、その強さは変わりません。おっと後頭部エルボー、首筋のあたりを狙っていきました。佐久間さん、はい、チャンピオンとしての杉浦ちょっと資格が見当たりませんね。いや、そうですね、やっぱり非常に充実してますよね。でやっぱりその自分のスタイルですよね、攻撃型のスタイルで勝ち切るというパターンがね、一つできてますし、剣王は逆に3月の3ヶ月前のタイトルマッチで負けてますよね、はい、同じ戦い方で、まあ、上回りに行くのか、それとも何か違うものを持ってくるのか、そうですね、この部分やっぱ挑戦者側が何かしらのやっぱアクションがないと厳しいと思うんですよね、はい、チャンピオンの側はやっぱり勝ってる、ね、試合は5分が経過したところであります。
そのあたり拳王は、まあ、この今シリーズその杉浦の弱点を見つけたと、まあ、穴を見つけたというふうに話していましたが、やはり前回横浜とは違うものを見せないと勝てないということは拳王もしっかりと心得ております。その上でこの杉浦はさらに上を行こうという恐るべきチャンピオンであります。やっぱり前回のタイトルマッチで決め手となったのはフロントネックロックですよ。そうでしたね。それが最後で杉浦が持ってくるっていうのは、あの試合の前、試合中も全く予想できなかったわけですよね、はい、それをあの土壇場で持ってきたあの時のチャレンジャーですよね。そうですね。それがやっぱ勝利につながっているので、はい、KO が勝つために何かあの時にはなかったものを本当に用意しているのかというところですよね。そうですね。さあ拳王はようやく反撃態勢を整えました。セカンドロープに上がりました。フットスタンプ狙ってきた。おっとダブルニードロップ、ボディに攻撃を加えていく。これもフットスタンプへの布石でしょうか。まあ、丸石選手、はい、先ほどこの杉浦のフロントネックロックという話ありましたが、丸石選手とのタイトルマッチでのフィニッシュもあの技でしたね。そうですね、もうあれ以上やったら僕自分で落ちると思ったんで、ね、おっしゃってましたね、はいはい、タップしましたけど、はい、まあ、丸石選手の場合は一度このフロントネックロック外しましたけれども、はい、その後またね、ガチに決まってもしまうんですよね。やっぱ 次の手がどんどん出てくるっていうのはね、あのレスラーの強みだと思うんで、なるほど、チャンピオンとしても、はい、そういったものが杉浦には備わっていたということになります。走り込んでのビッグブーツ。杉浦はこの試合について時代もベルトも印象も全て守ると話しました。さあ拳王が体勢を入れ替えてミドルキック。やはり拳王としてはこのキック相当重たいですね。音が違いますね。あいつの蹴りは本当重いんですね。やはり丸内選手ジュニア時代と比べてこの威力というのは増してますか、拳王は。そうですね、やっぱあの頃より多少体重も増えてると思いますし、しかしながらここも杉浦が優位な状況であります。一発で逆転できるものですからね、蹴りとかも気をつけないと、ね、まあ、確かにこの拳王のハイキックは一撃必殺であります。一瞬で相手の意識を失わせる破壊力があります。しかしちょっと受けに回っている拳王、おっと一旦空中で静止します。このロープという足場この中で静止していく。体幹の強さは本当すごいです。そうですね、あと流れ式ブレイクバスター。まあ、昔杉浦選手にお話を伺ったんですが、本当にこの杉浦選手は体幹を鍛えるトレーニングをすごくしているようですね、うん、そうですね、試合前の練習もやっぱりその中の筋肉、外の筋肉ちゃんとしっかり練習してますから、はい、まあ、本当に佐久間さん、その辺見えないところの努力ですよね、はい、そうですね、まあ、やっぱそれがあるからこそ48歳という年齢でももうね、常にいいコンディションキープしてますし、試合でも 100% の力を出せるということですよね。体幹の強い選手のボストンクラブ、これも厳しいでしょう。安定感もありますよね。プロレスの教科書をめくればボストンクラブといえばこれが出てくる、そんなこの教科書通りのボストンクラブです。さあしかしそれを逃れっとしています。剣王、おっとまた万全の体勢になってしまった。ロープはまだ遠いぞ。チャレンジャーの剣王苦しくなりました。さあ新世代の面々、小峠、清宮といった顔も見えます。同じ新世代軍として剣王を後押ししているセコンド陣。さあロープに手を伸ばす。しかしまだガッチリ決まっています。一刻も早くエスケープしたい。なんとかロープに逃れましたが、スタミナはだいぶ消耗しております。今10分経過のアナウンスがありました。ここまで10分が経過しましたが、佐久間さん、はい、やはりこれチャンピオン優勢ですかね。あ、そうですね、やっぱり杉浦の攻撃一つ一つが強烈ですし、拳王が連続攻撃につなげられていないというのも一つやっぱりありますよね、うん、影響としては。おっとエプロンで何をしようとしているんだ。おっと下を見た、嫌な予感がする。ガットレンチスープレックスの体勢、おっと中年ズリフトを狙っているのか。拳
慶応は食らいたくないですよね。これ危ないですね。本当あの呼吸できなくなるんでね、と危ないところでした。おっと左の蹴り、そしておっと側転してかわしていったミドルキック、慶応がよく見ていました。一瞬の判断で側転して蹴りをぶち込んでいった。場外戦になっています。場外、おっとなんだーっと、ファルコンアロー、変形のファルコンアロー頭を打ちました杉浦。今のは効きますね。今ちょっと危なかったですね、押し方がね、放送席の斜め前のところでしたが、ちょっと頭を打ったようなにも見えました。そして狙いますか、杉浦がまだ倒れ込んでいる状態でトップロープに上がっていく。うわすごい落差だ、この高さ。リスクを顧みずに剣豪がいったスタッフ。丸藤選手どうですか今のは。リングと違ってね、はい、あれなんですよね、下にこうクッションとかそういうものがまるでないし、はい、あのショックが吸収されないんで直に来ますねこれは。ということはもう剣豪のこの鉄柱からトップロープから下に降りた体重が全部かかったという。そうですね、体重の何倍ものあれじゃないですかね、ものがかかってきてるんですか、はい、あっと杉浦がちょっと呼吸困難な状態に陥っているように見えます。試合時間が経過してきて息が上がっているところでこのね、やっぱ無理に攻められると余計に呼吸も苦しくなりますよね。そうですね、剣豪は前回の横浜での負けを踏まえていろいろ考えがあるようです。さあそれを出していくか、カウントが続いている。これ普通の人だったら内臓破裂しますよ、本当ですよね。ちょっと考えられないこの技を敢行していった。おっと杉浦が入れるか、入った19で入った、すかさずカバー、貪欲にカバーに行く剣豪。ちょっと佐久間さん、はい、形勢逆転しましたね。そうですね、やっぱりああいう大きい技がね一つ決まると、うん、流れ変わりますよね。やっぱり横浜と同じことしてたら勝てないっていうのも分かってると思うんですね。そうですね、うん、おっとダイビングフットスタンプ、さすがにこれはね食らいたくないですよね。杉浦新シック、しかしまだ杉浦効いています。それでも膝を出していく、おっとビッグブーツ相打ちになりました。丸内選手どうでしょう、これダメージ5分でしょうかね。5分か、でもさっきのやっぱトップロックからのフットスタンプってのは、あれ相当きつかったと思うんで、この3000たる GHC ヘビー級のベルト、これを2人が争います。杉浦健吾やっぱりあの場外でのね一撃っていうのは一つ鍵になってきてますよね。なるほど、最初はやっぱ杉浦のネックスクリューがありまして、はい、その後に健吾のフットスタンプがあって、やっぱりこうね一つの攻防のキーになってますよね。やはりこの実力が拮抗しているだけあって攻防もエスカレートしていきます。ローキックから走り込んで希望、あっと足を捉えた、うまい、見てましたね、スレッドボールでしたね、アンクルホールド。いやこれはもう狙っていましたが杉浦、おっとしかし巻き込んで剣豪も同じようにアンクルホールドを繰り出していった。下から蹴り上げる杉浦、足を取った、ぐるっと回ってアンクルホールド、もう一つの意地ですよねこれは ね、 レスラーとしての、ね、お互いに得意としておれるこのサブミッション、サブミッション関節技の取り合いになっております。剣豪チャレンジャー復権へ向け準備はしてきました。王者になって時代を進めようとした矢先、杉浦に止められた、あっと引きずり戻す、そして蹴り上げる、これ本当きついですよこれ。これさっきフットスタンプもね食らってますからね、ボディはきついですね。あの状態だとあの力入れることもできないし防ぐこともできないし、はい、これはきつい。走り込んで希望、さあどうだ、チャレンジャーが抑えた、肩を上げます。15分が過ぎております。あの地獄を見た横浜の夜からおよそ3ヶ月剣豪リベンジなるか。箱舟の絶対的存在杉浦に勝たなければ前に進めない、新材はやってこない。
何が何でも勝つしかない剣豪。エルモー、剣豪が打ち勝っている。聞いてますね、さっきのエルモーにも力入ってないですね。そうですね、いつもの威力がない杉浦。佐久間さん、一気に行きたいですね、KO はね。KO はもうそうですね、フットスタンプにつなぐ流れを作っていきたいですよね。まだ場外のあの剣豪の玉砕覚悟のフットスタンプ、あのダメージがあります、杉浦。しかしエルボーで破壊していく、なんという精神力だ。剣豪は蹴りで返す。重爆の蹴りだ。正面から受け止める杉浦、チャンピオン。杉浦にも意地がある。おっとワンツーエルボーだ。こうしておっとリンネ、剣豪の師匠であります新崎人生の得意技リンネ、これがここで飛び出しました。そして走り込んだ。おっと杉浦がバックになった。おっとコーナーマットへジャーマン。丸藤選手、はい、あの辺の判断がまだ杉浦できるあたり、まだ余力ありますかね。そうですね、まだ相手は見えてますね。なるほど、うん、GHC ヘビー級選手権60分1本勝負で行われております。杉浦隆は3度目の防衛戦、3ヶ月前横浜でこの剣王から取って、4月に小峠、そして5月にライバル戦友でもあります丸藤の挑戦を退けました。そして迎えた剣王とのリマッチであります。さあここで危ないぞ、剣王はちょっとサンドバック状態だ。コーナーに追い詰めて鬼のエルボー開始だ。エルボー、エルボー、乱れ打ちだ。杉浦隆息を吹き返しました。そして走り込んでランニングに、ご覧の状態、丸内選手。杉浦隆というのは本当に精神力が強いですね。強いですね。そう、急角度の投げっぱなしジャーマン。さらにはランニングに畳みかけていきます。追撃していくチャンピオンだ。ちょっと KO の返す力が弱くなってきてますよね。しかし剣王も時代を取るため2度は負けられない。ここでベルトを取り戻さないと、また一番下から始めないといけない。それは分かっております剣王。さあしかし非常なるチャンピオン潜り込んで、おっとオリンピック予選スラム、すごい角度、すごい形で決まったオリンピック予選スラム、やー返した。さあ佐久間さん、何がありますか次は。いやもう杉浦は同じ技を続ける展開でいいと思いますよね、はい、フロントネックロックに行ってもいいんですけど、やっぱそれが逆にねダメージを薄めてしまう可能性もありますから、もう一気に決めた方がいいでしょうね。杉浦はエルボー、これも丸井選手厳しいですよね。厳しいですねこれね。倒れることすら許さない鬼のエルボー、リストを掴んだままめった打ちであります。まさにミスターフルボッコ杉浦隆、恐るべきチャンピオンが立ちはだかっている。狙うかも。おっとそれを大キック、一瞬の右からの発砲、杉浦が倒れ込んでいる。剣豪チャンス到来、こういう一撃ですよね、やっぱり怖いのは。今の完璧に入りましたね。そして剣豪がトップロープからいったダイビングフットスタンプ、ボディを貫通、あーっとカウンターズ。しかし剣豪勝利を確信、握り拳を作った。20分が経過した。さあ行くか、もう一発ですねこれは。おっとなんだ、背を向けた剣王とスタンプではない、これはなんだ、おーっとレインスタルト、川下杉浦剣王着地、スタンプを狙ったんですか、ね、なるほどムーンスタルトフットスタンプ、しかし川下、あーっとフロントネックロック、フロントネックロックで立てた。早くロープ逃げたいですよね。
さあ3ヶ月前の悪夢がよみがえる。これで剣王は締め落とされている。ロープに手を伸ばす。あーしかし引きずり戻す剣王。どうだ、奥の手かわされて一転して大ピンチ。丸選手どうですか。まだ手が上がってるからね剣王のね。あ、なるほど、うん、ここで場内が地鳴りのような大歓声。剣王コール、剣王コールだ。じりじりとロープに進んでいく手を伸ばす。しかしここで回転した。おっとしかしここで丸め込んでいった。剣王が上になっている。どうだ、剣王よく大キック。また出た杉浦が前のめり、危ない状態で崩れ落ちた。さあどうだ、このままカバーに行く。おお杉浦が目を閉じている、危ない。さあがっちり押さえた剣王。どうだ、ああ肩を上げる。もうまさにこれは本能、杉浦が本能で右肩を上げた。今あのセコンドの田中将人が杉浦の耳元の方まで回って声をかけていましたよね。やっぱ意識がねどうかわからない状態でしたから、あの辺こうベテランのセコンドワークだなって今ちょっと感じましたよね。その田中の声が杉浦を地獄の淵から呼び覚ましたのか。あーっと今度は喉元、すごいとこ入ったね。喉ですね、鍛えようがないような場所じゃないですか、ね、あこれが剣王の考えていた奥の手、秘策でやりましょうか。危ないな。しかし杉浦がまた起き上がってくる。あーっとミドルキック、今度は胸板。凄まじい戦いになっている GHC ヘビー級選手権、お互いに譲らない。この時間帯でこのキック、杉浦はエルボーで返していく。48歳杉浦と33歳剣王、ここでこの重さの距離を出せるというのは強くなりましたね、うん、しかし杉浦隆下がりません。このおー張り手、この打撃ものすごいですね。杉浦は倒れない、杉浦倒れない。もうちょっと半分意識はないか。しかし前をじっと見据えている張り手。いやこれはエルボーもすごいよ。でもこれ張り手意識飛んでしまうとならないですよね。そうですね、あ張り手。さあお互いが脳を揺らすようなしばき合い、どつき合いだ。正面からどつき合うエルボーと張り手。剣王も効いてきましたからね。あいやお互い効いてますかね。さあフラフラになりながらまだ両者立っている。ワンツーエルボー、剣王どうだ、中央所体勢こらえている、いけるか。さあもう試合はレッドゾーンに突入している。あ剣王張り手。しかし杉浦心が折れない。折れないですよね、お互いに。折れないですね。杉浦は意地でもエルボーですね。いやー本当にこれはもうおっとお互いが肩で息をしている。あまた張り手3連発、同じ数返していく。あしかし杉浦はここで猛然と攻め込む。あ剣王は前のめり、しかし首を振っている。まだ終わっていない、まだ俺は終わっていない。絶対に杉浦を超えるんだ、新時代をつかみ取る剣王、その意志が見える。あしかしちょっとこの剣王これは食らいすぎだ。もう意志の力で剣王は立ち上がる。25分が過ぎた。選手剣を立ちますね、うん、んだ、まだこう目の光自体はあるんですよ、ね、あとここでオリンピック予選スラム。あ剣王が起き上がった。効いてるよ、効いてる、意地で立ってるけど効いてるよ。これは杉浦張り手、左右の張り手、エルボー、フルスイングのエルボー、ぶん回しエルボーだ。
剣王苦しい。しかし剣王、この杉浦に勝たなければ、この男を超えなければ新時代はやってこない。杉浦がもっとトップロープに剣王の体を乗せていく。もうボロボロの剣王の体を乗せていった。ああ、これになるか。なだれ式トップロープに上がった。鍛え抜かれた杉浦の肉体。さあ潜り込んでいった。なだれ式オリンピック予選スラム、剣王松坂様どうだ。スリー入った。剣王ベルト奪回ならず。勝ったのは杉浦。10年の剣王、またしても杉浦の壁に跳ね返されました。26分23秒、杉浦隆なだれ式オリンピック予選スラム、剣王をついにマットに沈めました。しかし2人とも起き上がれない。丸井選手、はい、いかがでしたか。またね、この横浜を超えるような試合だったと思うし。あ、そうですね、ムーンサルトのフットスタンプですか、はい、あれが決まったら分かんなかったですね。佐久間さん、はい、必殺技は、まあ、ムーンサルトペリスを着地したのではなく、はい、ムーンサルトのフットスタンプを狙っていく、ね、そうですね、急遽の着地ではなくて、狙ったものをかわされたというような、はい、形でしたからね。まあ剣王も本当にそういう意味ではいろいろ考えてきましたね。そうですね、本当なんか紙一重の勝負だったと思うんですよね。はい、クロックも切り返しましたし、ただやっぱ杉浦が最後本当に執念で上回ったという試合ですよね。強いね。強いですね。杉浦隆のもとに今ベルトが返ってきました。あっと今肩を借りてチャレンジャー剣王が引き上げていく。その剣王の背中に万代の拍手が降り注いでおります。おい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 、ちょっと待て、ちょっと待て、おいおいおい、何お前の帰ってんだお前、おいおいおい、俺はお前を待ってたんだよ。おっと、おい、武道館でよくやったよな。俺はお前を待ってたんだよ。おいお前、6月10日負けたの俺は忘れねえから。世代交代、それ以上に俺は杉浦隆、お前に勝ちたい。強いお前からこのベルトを奪ってやりたい。お前に勝ったこと、そんなもん通過でんだよ。次俺がこのベルトに挑戦する。俺にこのベルトを挑戦させてくれ。おい、いつでもいいよ、待ってたんだよ俺ら、お前をよ、いつでもやってやるよ。おいおい、早打ちカード組め。おい、分かったな、うちだ、いつでもやってやるよ。今日はありがとう。まだまだ斉藤さんもそうだし、田中選手もそうだけど、まだまだ若いやつに負けない。 おじさんが簡単に負けたらな、世間の厳しさ、マットの厳しさ伝えられないからな。おい、まだまだ行くぞ。おい、よろしく。今日平日にかかわらず今日この場所を選んでくれてどうもありがとう、みんな。またまたどっかの会場、そしてこの後楽園でまたみんなと会いたい。また会いましょう。今日はありがとう。
杉浦隆史やはりチャンピオン、見事にこの大会を締めくくりました。坂間さん、はい、終わってみればやはり杉浦、はい、チャンピオンにふさわしい男だなという感じにさせられました。そうですね、終わってね、あの後に塩崎と向かい合った時のあの力強さですよ。あれだけの戦いをしてなおかつまだエネルギーが出てくる、もっともっと戦いたいというね、これ本当にチャンピオンらしいですよね。丸井選手、はい、今のこのね、杉浦の魂の叫びって感じるものあったと思うんですが、だからやっぱりね、うん、あのやってきた男っていうのはね、こういう言葉一つ一つに説得力があると思うし、お客さんのねハートに響くと思うんで、もうこれから俺も含めてね、この世代でまだまだ譲らないっていうところを見せていければいいな。